さんこんにちは、ビーカリーです。今日は一人ウェディングフォトを撮りに来ました。これね、ここから選びたいと思います。写真もありすぎて選ばれへん。いっぱいあって選ばれへん。めっちゃ迷うな、どうしよう。何が似合うと思いますか、私。何が似合うやろ。カラードレスにするか、今白にするかめっちゃ迷ってます。白はどうせ着るし、カラーでもいいかなとか思うんですけど、やっぱ王道の白いいなって思っちゃう。どうしよう。わあ、あ、かわいい。どうですか、着てみていただいた感じ。いや、これ結構好きですね。かわいい、いいですね。いいですか。すごい華やかになるんですけど、でもここがそんなに厚みが出ないようなデザインなので、ちょっとこれ第一候補に、うんうん、はい、かわいいです。やったー。次も着てみてもいいですか。はい、お願いします。こっちもいいですね。これもいいかも。後ろがすごい可愛いので、よかったら。後ろがこのレースが、あー、可愛い。可愛いですよね。この後ろがすごく長いので、このレースのトレーンがふわっと後ろに広がるので、バックスタイルもすごく綺麗に確かにいただけます。あ、でもなんかさっきよりこっちの方が私一番かも。あ、私もそう思いました。あ、やっぱりね。はい、なんかしっくりくるなっていうのがありますね。ね、うんうん、かわいい。うん、これいいですね。じゃあちょっと次来てみます。はい、次お願いします。はい、これもかわいい。なかなかお袖が珍しいデザインにはなっているので、うん、すごい最近人気のドレスになりますね。あ、めっちゃかわいい、これも。あ、かわいいですね。いいですか。嬉しい。2位かな。1位は今のところはこっちかなって感じですかね。うん、かな。でも後ろ姿も可愛かったですね。そうですね、後ろのトレーンがすごく長いので、うん、そこがやっぱり可愛いかな。あとこのレースの部分、うん、背中のレースの部分がすごく可愛いドレスですね。ですよね。ちょっと悩んでいただいて。いや、これもいいですね。でもね、可愛いです。お袖もこれくらいのバルーンでつけてあげると、うん、この塊とかここの厚みがあんまり気にならないので、確かに逆にすっきり見えるかなと思います。うん、可愛い。ありがとうございます。これは2位だな、一応。おお、わあ、チュールがまたこれ前にもしっかり声を出して、お刺繍が入っているので、あ、これは可愛い。合わせて可愛いかなと思います。ね、これ、あ、ちょっとなんかうまく映んないと。こんな感じで、このチュールとこのスパンコール、お花の葉っぱかな、めちゃめちゃ可愛いです、ね、ビーズがあしらわれていて、めちゃ可愛いです。どうですか、ウェディングだと今のところ。そうですね、まあ、ご自身でちょっとやっぱりこういうのが憧れてたなみたいなのがあるのであれば、これもすごい可愛いかなと思うんですけど、やっぱこれは本当に王道で、うんうんうん、
可愛いなって思ったんですけど、なんか王道を攻めない方がいいのかなって思っちゃったり、だから私的に このどっちかかなって思いました。2つかな、はい、メリーだったらって感じですかね。うん、いやちょっとカラードレス着てみてにしましょうか。はい、はい、お願いします。めっちゃ隣盛り上がってるじゃないですか。楽しそう。声が聞こえちゃうんですよ。めっちゃ楽しそう。成人のお嬢様の、それはもう何もかも楽しい時期ですね。ああ私なんかすごい肌が黒く見えるかもしれないな。お色味的にやっぱり今おっしゃったようにちょっと違うかもっていう方はいらっしゃいます。あ、やっぱりちょっとなんか着てみてね、ちょっと違うかもみたいな方はいらっしゃいますね。うん、ちょっと長袖っぽいお袖にはなるので、ここのふんわり感とかはすごい可愛いかな。確かに。いやーでもなんかちょっと白の方が色がやっぱり綺麗に見えますかね、肌の。これもねめちゃめちゃとっても素敵なんですけど、ね、この辺りとかもすごい綺麗だけど、ちょっとこれは違うかも。ちょっと違いそうですかね。おー、あーこれかっこいいですね。着てみれば全然違う。全然変わりますよね。意外とこれ好きかも。あ、よかったです。なんかこれもこれでいいですね。なんかさっきより肌は明るく見えますね。やっぱここがちょっとそうですね、割とこう暗めなトーンなので、ね、あーこれもいいですね。すごい素敵。いいですね。わあ、え、これめっちゃ迷う。迷いますね。どうしよう。一着に絞られへんかった。わかんないな。こういうのすぐにパッて選ばれへん。じゃあこれからは和装ですね。はい、はい、お願いします。すごい。いや、いいですね。ですね。いかがでしょうか。いいんじゃないでしょうか。うん、良さそうですか、ね。はい。ありがとうございました。今日はソロウェディングに原宿へやってまいりました。これからね、花嫁になる方、花嫁になりたい方、花嫁になったけどもう一度花嫁になりたい方、もし気になる方はこのまま動画見てみてください。ソロウェディングって何なのっていうね、気になる方きっといらっしゃると思うんですけれども、旦那さんなしで自分だけのウェディングフォトです。めっちゃ楽しくないですか。自分のやりたいこと、こういう風に撮ってほしいっていうことをわがままたくさん聞いてくれるんですよ。めちゃめちゃ良くないですか。でね、これからね、この後ろにあるドレスを着るんです。めっちゃ楽しみ。っていうか声低ない私。声低いわ。たくさん夢叶えてもらいます。今日は楽しみ。ヘアスタイルはどんな感じがいいとかありま
ますか、ドレスの際に。あ、そうですね、どうなんやろ、おすすめどんな感じですか。そうですね、なんかゆるく巻いてもいいですけど、うんうんうん、ちょっとなんか何っぽくしてもなんか可愛い感じがしますね。じゃあお話で分かりました。お話ちょっと前回の当社に伺ったんですけど、はいはい、舞台女優をされてるって。あ、はい、あのミュージカルのね、あのお仕事をしていて、こういう機会とかも多いですか、メイクされたりとか。あの普段ミュージカル女優の方々って自分で全部舞台メイクするんですよ。あ、全部自分でするんですか。全部自分です。であのもちろんカツラとかその衣装とかは各スタッフさんがご用意してくださるんですけど、メイクに関してはもう全部自分で。そうなんですね。なんかメイクのイメージとかは、うん、例えば、うんうんうん、ちょっとナチュラルな感じで、きれいめな感じとか可愛らしい感じとか、イメージとかありますか。クールっぽい感じで寄せてもなんかいい気がします。じゃあちょっとお姉さんのおすすめのかっこいい系のクール系でいきましょうか。かしこまりました。なんかお色味とかはどんな感じ使いたいとかはありますか。でもなんか唇とかパキッとちょっと暗めの赤とかかっこいいですよね。はいはい、似合いそうですね。え、嬉しいな。じゃあちょっとリップをポイントにしてメイクしていても大丈夫ですか。はい、お願いします。アイシャドウを塗っていくんですけど、この辺のちょっとベージュブラウンっぽい感じとか、うんうん、あとこの辺のブラウンよりで統一さして、うん、なんかお色味っていうよりかはちょっと目元に深みがある感じで色を見せるとかでもいいかなって。いいですね、いいですね、いきましょう。頭のピッカリと全然ちゃうわ。あ、私ピッカリって言われてるんですけど。あやって書いて。あ、そうなんです。結構珍しいですね。うん、珍しい、うん、なかなか読んでもらえない一発で。あ、確かに、うん、結構あやさんって言われがちです。そうですね、多い。可愛いです。え、本当？はい、嬉しい。チーク入れた方がいいのか。あえてなしにしても、うんうん、良さそうですね。じゃあなしにしようか。え？可愛い。全然顔違いますよね、私。失礼します。痛くないですか。あ、大丈夫です。お願いします。こんな感じになります、うん、あ、いいですね。かわいい。いいいいいい、これぐらいの方がきっとどうですかね。うん、もう完璧じゃないでしょうか。かわいいです。お姉さま方に魔法にかけていただきましてありがとうございます。すごい。
とカメラマンさんのおかげでプリンセスに変わりました。ありがとうございます。かわいいです。甘めな感じなのであれば若干あった方が、うん、印象はちょっと柔らかくなるかもしれない、うん、ちょろんやってもらおうかな。はい、ちょろん。ちょっとナチュラルめに、ちょっとほんのり血色感があるくらいで、うん、はい、お願いします。すごい、ありがとうございます。どうしましょうか。髪飾りもこう提案してくれたりと、たくさん提案してくださるんで迷います。いやー、これは和装洋装どっちもやるべきですね。うん。衣装が違えばお化粧もヘアもガラッと変わるから二度楽しめるし。あー、うわ、かわいい。わー、ありがとうございます。めっちゃかわいい。うん、もう一度写しちゃおう。ありがとうございます。かわいい。やったー、ありがとうございます。イエイ。はい、いきます。せーの。いいです、いいです。もうちょっと奥側まで、はい、飛ばしてもらってもいいですか。いきます、せーの。あ、ごめんなさい、ちょっとかぶりすぎちゃった。Thank you.
い、撮影が終わりました。スタッフの皆様、長時間撮影していただきありがとうございました。いや本当に楽しかった。どっちもやってよかった。やっぱりプロのヘアメイクさんにしていただいて、自分でね選んだドレスと和装をねさせていただいて、プロのカメラマンに撮っていただくと、なんか気持ちもやっぱり上がりますし、しかもね撮り方がまたね、今流行りな韓国風のちょっとフォトジェニックな感じでお写真を撮っていただけるので、すごいスタイリッシュに、またはこう幻想的に撮っていただけるので、そういう写真がお好きな方はぜひともこちらで撮っていただいた方が大満足してお帰りいただけるのではないでしょうか。プレ花嫁の方々、ぜひ思い出として自分だけで撮るのも全然ありだと思います。その方が気使わんし、自分のやりたいように撮ってもらえるので、こういう風なポーズしたい、こういう風に撮りたいってこともカメラマンさんに伝えたら、それを実現してくれるので、ぜひ撮ってみてください。それでは皆様、ご視聴いただき誠にありがとうございました。グッドボタン、そしてチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。皆様ありがとうございました。キャニー。